よっしゃ、ゲームやっていきたい。どうも、ライスゲームズのライスです。今回はね、まあ、前回言ったように、カエデコちゃんをねやっていきたいと思います。ホムラちゃんのイベントをねやったのですが、いやー、なかなか難しくてね、ちょっとできなかったんでね、もしね、見たいという方はね、ニコニコ動画でね、誰か別の方が出してるんでね、まあ、ぜひね、見たい方はそちらで見てください。まあ、実際、家に入れてもらえるだけっていうイベントなので、まあ、そこまで時間かける必要ないかなと思ったのでね。ということでね、今回は、まあ、カエデコちゃんを攻略しながら、前回ちょっとできなかったイベント、なんだっけ、ホムラちゃんの、なんかそこそこイベント、あれをね、やっていきたいなと思っております。野球部どこだよ。あ、これか。OK。で、この桜子ちゃんもね、なんか、まあ、そこそこのやつが結構ありまして、まあ、そんなに高い状態をすると、ちょっとめんどくさいので、でもね、難しいのは10月から11月、ユーコンドがそこそこの状態で中央公園でデート、で、12月ですよ、12月ときめとが高い状態で中央でデートをすると何かが起こるというね、難しくねっていうね、どうしようかなって感じだよな。とりあえず、カエデコちゃんを出したいのですが、どうやって出そうかな。あれだな、いつも根性を上げて出してるんですけど、今回はちょっと野球部を選択しまくって出そうかなと思っております。まあいけるでしょう。とりあえず野球ばっかりしよう。もう野球の人生だ。とりあえず、根性を、30以上にしたら勝手に出てきちゃうんで、まあ、ちょっと気をつけながらやっていきまーす。お、来た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 。うん、一応応援に来たよ。あれ、来てなかった。全然来てなかった。なんだよ、練習試合のあれだな、試合だな。いけー、かっ飛ばせー。これ絶対負けるもん、絶対負けるもん、絶対来ないかな。ここで多分これで来るんじゃないかな。はい、かけーん。ここ長いけんさ、あの早く、おー、もう一発。お、来た、勝った。お、いいね、来るんじゃない。そしたら来ないし、お前はいらんよ。お、来たー。さて、今日も練習頑張っていこう。音すごいな。なんだ、部室から聞こえたみたいだけど。おぉ、うーわ、こういうのあるんやん。こういう、こういうのあるんやん。うわぁ、マジか。君は誰？あ、はじめまして。今日から野球部のマネージャーになった、さくらかえでこです。よろしくお願い。あ、今日からなんだ。あ、ところで、すごい音だったけど、怪我とかしてなかった？あの？あ、なの？はい。この通り、ピンピンしてます。ほら、ね。あ、カエデコちゃんが俺一番いいな。確かに本当にそう見えるけど大丈夫かな。うわ、カエデコちゃんが一番いい。もうね、このときメモの中でカエデコちゃんが一番好き。もうなんかすげえいい。よーし、早速出と。俺も今来たところだよ。じゃあ行こうか。いいね、一番いいわ。一番いいような気がするわ。今日はどこに？ファンシーショップへ行くよ。なんなら買ってあげようか。こんなにあったら置き場所困んない。女の子ってこういうの好きだ。上か下、一番上多分困るから一番下だな。あんまり。おお、来た来た来た。あ、この言葉聞いたことあるなと思ったら、あれか、11年同時攻略の時に見たんか。なるほどね。よっしゃー。で、そこそこ上げすぎたらいけないので、どれぐらいかな、そこそこって。通常なのか、ちょっと嬉しいぐらいなのかがよくわかる。そこそこだからな。セーブしながら行くか。
多分まだそこそこはなってないから、そうだな、もうちょっとあと 2,3 回ぐらいデートしてで海だな。よし、今回動物園に来てます。神社行くの完璧に忘れとった、ミスった。まあいいか、じゃあよし、見て見て、あのトカゲ、なんだかさ、俺に似てない、変な顔でかわいそうだね、悲しい時に見えても終わりとか、上下、なんか上の方が良さそうな感じやけどな、いや上だな、上にしよ、言われてみれば、おお、まあ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 、まあ、そろそろいけるかな、もう一回、もう一回デートして次海行こう、海海、よーしよし、めっちゃいい子や、全然デート断らない、超楽、めっちゃ楽。今回遊園地に来てます。あ、どうしようかな、どこに行こうかな、観覧車の方が良さそうだな、メリーゴーランドはな、俺が嫌いだからな、乗ってみなきゃわからないよ、高いところの景色も、あ、高いところ苦手だったのかもしれんな、ジェットコースター嫌いだろうな、あの感じだが、でもジェットコースター嫌いなんか、なんかそう考えるとな、なんかな、なんかこう理想の女の子って難しいよな、こうジェットコースターも好き、ゲームも好き、可愛いのも好きみたいのがなかなかいないよな。綺麗な景色だったね。うん、俺もすごく感動して言葉にならないよ。一番上だな。なんだか同じものを見て感動で。おい、本当だね。お、そっか、ナイトパレードがあるんか、完全に忘れたわ。これでもそこそこになったんじゃないかな。キラキラして、うん、すごく綺麗だね、うん、これしかないよ。おい、最高やな、今日はすっごく楽しかった。わあ、もうめっちゃいい子やん、それじゃ私、めっちゃいい子やん、もうめっちゃいい子、もう本当にいい子、好きやわ。今日から合宿だ。あ、そうだ、これ魔王から魔王さんに変えちゃったんだ。なんでかと言ったらね、間違って消しちゃった、魔王ウーのところ。うん、気をつけるよ、でも燃えてるんだ俺、頑張るぞ。でもマネージャーってさ、なんでみんなマネージャーになるんだろう、やっぱ野球が好きだからマネージャーになるのかな。普通に考えたらそうだよね、好きな男の子がいるからマネージャーになるっていうのがね、やっぱなんか有名っていうかね、まあそんな感じな気がする。よーし、右、男は黙って右へ。うわー、誰かわからんのか、意味ね。よーし、今回はでもしまった、別に何とも思ってないから、また晴れな。あ、マジか、海行けれんのか、雨だと。あ、でも花火大会もなかったもんな、うわ最悪だ、花火大会もなかったし、あれもなかったし、これもなかった。うわ、2年目だな、2年目か、ちょっとそこそこあんまりな、好感度上げすぎちゃいけないからな、ちょっと能力値上げるか、とりあえず。よーし、ちょっとね、戻って、やべえ忘れた、こっち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 、ちょっと戻って好感度を上げてきました。でデートがね、まずやっていこうと思います。まずは、ファンシーショップ行ったのでブティックに行こうと思います。でこれは、うん、なぜ飛ばした俺、佐藤さんなら絶対似合う、買いなよ、足の自信に合う子が買うんじゃない、よし俺が買う、あー、うーん、上か下だな、ここ、あー、いや、そういう趣味あったの、最悪だ、セーブしないよな、セーブしないわ、今日は少し疲れちゃう、そう、やんとか言われた、くそー、好感度が、好感度がセーブしないもんな、セーブしないよね、あー、セーブしないわ、ふわー、ふわー、ふふふふはー、よし、今度こそ大丈夫なはず、お待たせ、
おい、今俺も来たところだよ。海に来てます。うん、気持ちがいい。晴れてよかったね。うん、でも思いっきり日焼けしそうね。大丈夫かな。僕がクリーム塗ってあげようか。大丈夫大丈夫、みんな大丈夫、平気そうじゃない。それもそうね。ドゥ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 、あれ、さくらさん、あれどうしたの。そんな格好じゃ泳げないよ。だって恥ずかしいの。え、じゃあもしかして今日は泳がないつもりなの。泳ぎたい。じゃあパーカー脱がないとだろ。かわいい。じゃあ早速泳ごうか。何か恥ずかしいの？ちょっとわからないんだけど。だって私プロポーション良くないし、っていうか太めだから。あのな、ちょっと太めのがいいんだよ。なんだそういうことか。そんなこと全然気にしないのに。今日は楽しかった。やったー、見れた。なんか CG が多い気がするわ。やったやった。じゃあ、そっか、前回あのなんか台風かなんか来たのかな。ずっと雨やったからな。今回は花火大会があるからな。やったぜ。さくらさん、ごめんなさい。花火大会行こう。花火大会、お、来たー、やったぜ。なんでちょっとびっくりしたわ。ちょっと急いでるんだけどとか言ったけど、おおい、花火大会なんて最高に。あ、はい。いや、やり直してよかった。とっても似合ってるよ。ありがとう。よし。真ん中でもよかったな。いや、真ん中の方がよかったかな。なんて綺麗なんだろう。思うよ、こうしてるときは。世界に誇れる技術だよね。そう思うな。これなんかあれだったな。前回やった時にちょっと覚えてるな、選択肢。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。